キーパー林拓人、首位を快走するサンフレッチェの守備を支える守護神。その活躍から月間 MVP に輝くなど、最後の砦としてチームを牽引しています。今シーズン絶好調ですけれども、僕失礼ながら、はい、あのキャンプとかプレシーズン順番に見てきて、はい、ここまで結果が出るとは思ってなかったんだけど、はい、林選手自体手応えとか最初の方はあった？いや、キャンプの時やっぱ不安の方がやっぱり多かったですけど、去年のこともあったんで、私もその覚悟はできてたっていうか、まあ、やるしかないっていう腹くくってる部分もあったんで、メンタル的には振り切った部分がありました、ね、極端にすごく失点少ないと思うんだけれども、後ろで見ててどこが守備の点いいなって感じてますか？いろんなことが整理されてるのがすごい感じてて、その局面局面でやっぱりその時何をすべきかっていうのをみんな対応してるんで、決定機もちろん試合の中では1回2回はあると思うんだけれども、はい、そんなにフリーでシュート打たせるっていうシーンは少なくなったのかなと思うんだけれども、はいはい、コース限定できたりとか、相手に本当に足を振り切らせないとか、そういう本当にもう最後寄せ切る、じゃあどこで体に当てるんだっていうか、どの距離が体に当たるかっていうのもみんな理解してるし、そこは非常に良くなってるかなと思います。リーグ最少失点を誇る守備陣、たとえシュートを打たれたとしても確実に相手の攻撃を止められている理由は何なのか、中地さんはある分析をしていました。僕が見てて、林選手のいいところって、多分そんなに派手な素早く動いたりとかではないと思うんだけれども、ポジション取りが非常にいいなと、はい、もう逆にもうそこに打たして、そこ待ってましたみたいな感じで止めてる部分があるのかなって感じてるんだけど、はい、その辺はどうですか？やっぱりなるべくそういう方向に持っていきたいと思ってるし、まあ、角度的にもやっぱり狭い方持っていかすで、まあ最後自分がいいポジション取って、確実に正面でボール捉えていくっていうのが、まあ、自分のプレースタイルだとは思ってるし、そんなまあ自分もめちゃくちゃ素早く動けたりもしないんで、そこはやっぱりどれだけ声で前を動かすかっていうのは自分の最大のテーマかなと思ってます。うちの中では勝手に子供たちと見てるときに、はい、安定の林って勝手に言わせてもらってるんだけど、いや嬉しいっすね。それはなんか自分の中で最高の褒め言葉っていうか、自分のストロングが一番安定感だと思ってるし、やっぱりなるべくミスをしないっていうのと、まあ、確実にボールを処理していく、それでまあ自分たちのまたリズムに持っていく、まあ、そこでこっちの攻撃には移れる部分も多いと思うんで、まあ、そうですね、そういうのがまあチームにいい安心感を与えていけるかなと思ってるんで、そこは意識して常にやってます。ここからは恒例の自分を動物に例えたらのコーナー。自分を動物に例えると何という、生き物何でもいいです。いやもう犬っすね。おお、まあ、その心はもう甘えん坊っす。甘えん坊、実は甘えん坊っすね。もう人が好き、人好きっすね。甘えたくなるんです、たまには。これ意外、実は甘えん坊。たまにはそうっすね。家族も多いもんね。はい、だ家族にはもう甘えっぱなしっすね。甘えっぱなしで、もう、はい、世話になってるんで。その分世話されてる。その分外ではしっかりもう支えて、はい、家帰ったらもう甘えてると。甘えてます。うわ、これは意外だわ。サガン突戦の後、林選手の呼びかけでサポーターと共に歌った広島版のイージューライダー。いつもは選手がロッカーに戻った後に歌われますが、このタイミングで呼びかけたのにはある思いがありました。湘南の時はすぐ出てダウンしている時に、すごくなんかこうサポーターの皆さんタオル広げて、すごいその光景が綺麗で、まあ、いいなと思って、そういえば広島のそういうのって知らないなと思って、で帰ってすぐ調べて、あの光景がすごく胸に焼き付いてて、まあそれがなんかたまたま見た次の試合でできたんで、すごいタイミング良かったなと思って、はい、じゃあそんなサポーターに最後メッセージを、
します。本当にサポーターの皆さんも連戦で大変だと思うんですけど、本当にいつも応援してくれて僕ら力になってるんで、まあ、この連戦皆さんとまた一緒に乗り切っていきたいなと思ってるんで、応援よろしくお願いします。